はい、今流れております。はい、あ、これはクエストのちょっと強いモンスターかな。はい、分かるんですけれども、そうですね、基本的にゲームはですね、こういうバトルスキルというものをですね、4つセットできるんですけれども、はい、まあ、それを使ってキャラクターにバフをかけたり、こういう形で、味方に指示を出したりすることで、どん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 連携をつないでいくというゲームになっております。はい、はい、僕の画面ではですね、ガクガク。そうなんですよね。今ちょっと皆さんの画面では綺麗に映ってる、ちゃんと映ってる。そうですね。YouTube の配信上では綺麗に映ってるはずです。はい。はい、でこれがですね、フィニッシュアーツと呼ばれるもので、これアスナさん消失かな、はい。はい。かっこいい感じで。はい。で連携をした後にこうとどめでフィニッシュアーツっていうのをやると大ダメージが出るという形になっております。うん、はい、はい。ですね。であとこのスーパーアーツ、あ、こっちがあれか、スキルアライドですね。はいはいはい、スキルアライドっていうのは、このゲーム、特定の行動をすると相手をダウンさせることができるんですね。はい、でそのダウンがですね、難しい方、はいはいはい、難しい方っていうのはこのゲージを使っていただいて相手を強制的にダウンさせることができる。はい、で主に、僕がよくやってるのが、こう他の人にダウンの時に攻撃力2倍みたいなスキルを使わせて、相手に大ダメージを与える、見たこともできます。はい、でちょっとまたこれ切り替わりましたね、はい、今ね。はい、で今回はですね、僕アスナさんがすごい好きで、はい、連携がすごい使ってるんですけど、スーパーツと、スーパーツがありまして、これはですね、今アスナさんのゲージが空になってるんですけども、はい、スキル1ホール連携し体いホール、なんで今僕がアスラさんで6連撃、7連撃、8連撃ぐらいしてるんです。はい、でまあ途中で倒しちゃったんですけど、はい、この連撃が続くまでスキルが派ですね。